はいどうも、ムンベースカズです。今回はインカムの紹介です。紹介するのはこちら、 ASMAX の S1 です。 ASMAX といえばその機能、デザイン、そして驚きのコスパで今一番注目されている人気のメーカーですね。前回の動画では ASMAX の Z1 を紹介しました。マグネット式マウントでヘルメットへの付け外しが簡単、サウンドや通話品質も高く、ボイスコマンドなどの機能も優秀なインカムです。実際自分も今愛用しているインカムですね。そして今回紹介するのは、なんと実質1万円前後で買えてしまう ASMAX のエントリーモデルです。1万円前後と安いんですが、そのスペックは有名メーカーの6万円から8万円するモデルと同等、もしくはそれ以上のハイスペックとなっています。エントリーモデルというよりハイエンドモデルと言ってもいいですね。驚異のハイコストパフォーマンスです。この ASMAX S1 のスペック、ディテール、サウンド、通話品質などを詳細に紹介していきます。それでは行ってみましょう。ASMAX S1 のスペックです。ASMAX の Z1、F1 と比較しながらチェックしていきましょう。まずインカム同士の接続方式です。インカムの接続はメッシュ通信を採用しています。これはインカム同士を網の目のようにつなげて通信の安定性を高める技術です。インカム同士の最初の接続が簡単で早く、つながってからは通信が切れづらくって、切れても簡単に再接続できるメリットがあります。この S1 はメッシュ通信で最大8人と同時に通話ができます。Z1 と F1 は10人なので2人少なくなりますね。人数が減った分、通信が届く距離もちょっと短くなります。S1 は最大で 1.6 キロ、他は最大で 1.8 キロです。そしてメッシュ通信ではフリーモードとチームモードの2種類が使えます。フリーモードはメッシュが届く範囲にいる人なら誰とでも会話できるモードです。チームモードはあらかじめ登録したメンバーとだけ会話するモードです。チームモードは通信が安定しているんで快適な会話が楽しめます。さらに他社のインカムと接続できるユニバーサルモード、これは3機種ともに備わっています。ASMAX 以外とのインカムとも会話が楽しめますね。インカムで重要な通話品質。S1 は他と同じようにノイズリダクション機能を搭載しています。自分の喋る声や相手の声が風切り音や走行音にかき消されずにクリアに聞こえます。ただノイズリダクションの効きには少し差があって、 Z1 と F1 は時速160キロまでの騒音をクリアにするのに対して、 S1 は時速120キロまでとなっています。とはいえ日本の道路ではそこまでスピードを出さないんで気にすることはなさそうですね。インカムを使う目的として音楽やナビ音声があります。 S1 は他のモデルと同じように Bluetooth を2個搭載しています。ちなみに搭載する Bluetooth は最新の 5.4 です。 Z1 や F1 の 5.3 よりも消費電力が低いメリットがあります。 Bluetooth を2個搭載しているんで、インカムで会話しながら音楽やナビの音声も聞くことができます。さらに S1 は FM ラジオも搭載しています。スマホのアプリを使わずに気軽にラジオを楽しめるのはいいですね。そしてスピーカーとマイクの性能は全てのモデルで同じです。スピーカーは 40mm の HD スピーカーで高音質なハイファイサウンドが楽しめます。バッテリーは3機種で差があります。バッテリーの容量と使える時間はこの通りです。差はありますが長時間使えるんで1日のツーリングは十分ですね。急速充電にも対応してるんで、休み時間にバッテリーを素早く充電できます。 ASMAX の特徴の一つ、声でインカムを操作できるボイスコントロール、これは全てに搭載されています。はい MAX っていうだけでインカムを接続したり、音楽を再生したり、電話に出たりとか、声でインカムを操作できるんです。このボイスコントロールは ASMAX 単体でも使えるんですが、スマホで Google アシスタントや iPhone の Siri を有効にしていれば、はい MAX の呼びかけで Google アシスタントや Siri も使えます。声で操作できるのは便利だし、手を使わないので安全ですね。ヘルメットへのセッティング、これが S1 と他とで大きく異なる点ですね。Z1 と F1 はマグネットでの固定です。これは本体をマウントに近づけるだけで磁石の力でカチッと固定されます。本体にケーブルを接続する手間がないんです。外す時もマウントを押さえてスライドするだけです。これがとっても簡単なんです。一方、この S1 は多くのインカムでも採用されているマウントへの固定とケーブルを差し込むタイプです。ケーブルを抜き差しする手間が一つかかってしまいますね。防水防塵性能は Z1 と F1 は IP67。S1 は IPX7 となっています。IP67 は細かい粉塵が中に入らない防塵性能と、水の中に一定時間沈めても大丈夫な防水性能を表しています。
一方 S1 の IPX7 は防水性能のみを示していて、水の中に一定時間沈めても大丈夫ということです。雨にはもちろん強いんですが、ケーブルの差し込み式なんで防塵耐性はちょっと弱いのかもしれないですね。ASMAX の優れたところはスマホアプリがあることです。アプリで機能のいろんな設定ができるんです。そして何よりもインカム機能のアップデートも可能なんです。アップデートによってインカムの性能が改善されたり機能が増えます。このスマホアプリは全モデル対応となっています。大きな違いは接続人数とヘルメットへの固定方法ですね。とにかく値段を安く抑えたいって方や、インカムはヘルメットからあまり取り外さないって方には S1 がおすすめですね。では ASMAX のディテールをチェックしていきましょう。まずは開封です。パッケージもしっかりしていて高級感ありますね。1セットのパッケージ内容はこちらです。では各アイテムのディテールをチェックしていきます。本体です。流線形のシンプルでスマートなデザインですね。 ASMAX はデザインが秀逸ですよね。かっこいいです。ガンメタリックのカラーで高級車のボディのようなラメ感のある深みのある光沢が美しいです。ボタンは4つです。通話の操作に使うインターホンボタンと、機能の操作に使う機能ボタン、音量の上げ下げに使う音量ボタンです。このボタンはクリアパーツになっています。起動するとこのように光ります。この光の色はブルーやレッド、グリーンなど好みの色に変えることができます。充電用の USB-C 端子はここです。ゴムキャップで密閉されています。本体の下にはマイクとスピーカーをつなげるコネクターがあります。裏面には突起があって、これでマウントを固定します。ヘルメットにつけるクランプです。金属でヘルメットを挟み込むタイプと、 3M の粘着テープで貼り付けるタイプが用意されています。本体の固定は爪で引っ掛けるタイプですね。このように重ねてはめ込む形になっています。そしてマイクとスピーカーの端子を下にはめ込みます。取り付けには2ステップ必要ですね。外すときはまずマイクとスピーカーの端子を外します。そしてこのクリップを押し込んで本体をずらして外します。スピーカーです。かなり音質のいい作りとなっています。サイズは直径が 40mm、 厚みが 10mm です。面ファスナーを加えると 11.5mm ぐらいですね。厚み調整用のパッドを加えると 17mm ぐらいになります。マイクは2種類入っています。ワイヤードマイクとアームマイクです。ワイヤードマイクはフルフェイスなどで使えます。しっかりとした風防のスポンジの中に薄型のマイクが入っています。アームマイクは顎のガードがないジェットヘルメットなどで使えます。アームは自由に曲げて固定できるようになっています。スピーカーとマイクはこのように接続します。充電用の USB ケーブルです。編み込み式になったケーブルですね。長さは110センチあります。マニュアルです。シンプルなデザインで分かりやすい説明書になっています。インカムの音質をチェックしていきましょう。耳で聞こえている感じで録音できるように Zoom H2N で撮っていきます。起動音です。ハイマックス電量レベル状態 100% デバイス1が接続されました。バッテリー残量やデバイスとの接続情報を教えてくれます。電源を切るとこんな感じです。電池残量 100% またお待ちしております。音の大きさはシステムの音声や電話、音楽、インカムの会話ごとに音量が細かく調整できます。音楽と会話の音声バランスも自分好みに調整できますね。音楽を再生してみましょう。動画だと伝わりづらいですが、ヘルメットで聞くと音の解像度が高く、とってもクリアです。低音、中音、高音とバランスがいいですね。男性ボーカル、女性ボーカルともにとっても聞きやすいです。音響空間の広がりもあって気持ちよく音楽が楽しめますね。インカムのスピーカーとしてはとっても音質が高いです。ちなみに Z1 と F1 は音楽の音質を3種類から切り替えて選ぶことができるんです。オリジナルの音質と音域の出力を変更できるカスタム、そして周りの騒音に合わせて自動で音域を調整する音声増幅です。特に音声増幅は風切り音や走行音がうるさくても音楽がしっかり聞こえるのがすごいですね。 S1 はこの音質を切り替えることはできませんが、そのままでも十分に良い音質ですね。ボイスコントロールを試してみましょう。
ASMAX は本体のボタンを押したりしなくても呼びかけだけでボイスコントロールが起動します。はい、MAX。はい、お呼びですか？音楽を再生。はい。はい、MAX。はい。音量を下げる。はい。はい、MAX。はい、お待ちしていました。次の曲。はい。はい、MAX。はい、何でしょうか。音楽を止める。はい。他にもボイスコントロールの種類はこれらがあります。メッシュ通信も声で操作できます。はい、MAX。はい、お待ちしていました。チームモード。はい、チームモード。二人。はい、どうも、ムーンベースカズです。今、メッシュ通信で喋っています。本日は晴天なり、本日は晴天なり。いかがでしょう？メッシュの場合、ちょっと遅延はありますが、それほど大きくはないですね。離れた場所からも喋ってみましょう。はい、どうも、ムーンベースカズです。今、離れた場所からメッシュ通信で喋っています。声はちゃんと聞こえますでしょうか？本日は晴天なり、本日は晴天なり。音楽を再生しながら喋ってみましょう。はい、どうも、ムーンベースカズです。今、音楽の流れているインカムに話しかけています。このように会話中は音楽の音量が下がって会話が聞き取りやすくなります。Bluetooth のユニバーサルモードもチェックしましょう。ASMAX とレシンのインカムをつなげて喋ってみます。はい、どうも、ムーベースカズです。今、ユニバーサルモードで喋っています。ユニバーサルモードも音声はクリアに会話できますね。遅延もメッシュよりは少なくて良いです。ヘルメットへのセッティングです。金属クランプを使って省エネの EX0 に取り付けました。ヘルメットの外装に差し込むだけなんで取り付けは簡単ですね。スピーカーはここです。ワイヤードマイクはここに付けました。インカム本体の取り付けはクランプの溝にインカムの爪を引っ掛けてスライドさせて固定します。そしてマイクとスピーカーのコードを差し込みます。外すときはこの逆ですね。コードの端子をまずは抜きます。そしてインカムは上にずらして外します。これが結構硬いんで、付け外しはちょっと大変ですね。では実際に使用してのレビューです。自分のヘルメットは省エネの EX0 というオフロードスタイルのヘルメットです。これはフルフェイスと違って目の周りや口元から風がかなり吹き込んでくるんですよ。なのでヘルメットの中は風切り音が凄まじいです。そんな状況でのレビューとしてお聞きください。音楽はかなりの高音質で楽しめますね。ボーカル、楽器それぞれの音の解像度が高くってとってもクリアです。音域のバランスがいいんですよね。とっても聞きやすいです。こもった感じもなくて広がりのある音が楽しめます。スピーカーの性能は高いです。ただこのヘルメットの場合、時速50キロ前後になると風切り音が凄まじいんです。なのでこの風切り音で一部の音域は打ち消されちゃいます。これは仕方ないですね。それでもちゃんと音楽は楽しめます。インカムで最も重要な通話、これも聞き取りやすいですね。ノイズリダクションが優秀なんで、声以外の騒音、風切り音やエンジン音がしっかりカットされるんです。なので声だけがきちんと届くんで声が聞き取りやすいんです。メッシュ通信は仕組み上若干の遅延はあるんですが、その遅延はわずかですね。離れて話していれば気になることはないです。ナビの音声も聞き取りやすいですね。スピーカーの性能がいいんで声がはっきりとクリアに聞こえます。インカム通話もナビ音声も音楽を聞きながら使えるのもいいですね。しかも大音量で音楽を聞いていても通話やナビが始まると音楽が自動で小さくなるんですよ。なので会話やナビが聞きやすくなるんです。これも便利なところですね。基本的な操作はボイスコントロールでできるんで、本体を触って操作することはほとんどないです。ただインカムの電源のオンオフはボタンを押す必要があります。電源を入れるときはインターホンボタンと機能ボタンの同時押しになります。ただこの機能ボタンは突起がなくて押せる位置がここだけなんですよ。素手で押すときは分かりやすいんですが、グローブをつけているとちょっと押しづらいですね。慣れの問題ではあるんですが、ちょっとここだけ使いづらかったです。インカムの付け外しはちょっとめんどくさいですね。
まあこの付け外しの方法はインカムのスタンダードなんですが、 Z1 と F1 のマグネット式マウントを知ってしまうと本体をずらしてコードの抜き差しをするのがめんどくさく感じちゃうんですよね。しかも本体がマウントにがっちり固定されているんで外すのが結構大変なんです。 S1 を使うなら基本ヘルメットにつけたまま充電するのがいいですね。それでは総合評価です。はっきり言って凄まじくコスパの高いインカムですね。1万円前後で買えるとは思えない品質の高さです。通話品質が高くて音楽も高音質、音楽を聴きながら会話やナビも聞ける、さらにボイスコントロールも使える、いやーすごいです。これらの品質機能が1万円前後で手に入るなんてすごすぎですね。安くても性能のいいインカムが欲しいって人や8人以内のメンバーでまとめてインカムを揃えたいって人には本当おすすめですね。ただインカムをヘルメットから頻繁に外したいって人、休憩でバイクから離れるときや充電するときにヘルメットから外したいって人はあと数千円払って Z1 や F1 を選ぶ方がいいです。マグネット式マウントは付け外しが本当に簡単で便利なんです。これは数千円以上の価値はありますね。はい、ということで今回は ASMAX のインカム S1 の紹介でした。皆さんのインカム選びの参考になると嬉しいです。よければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた、ご安全に。